ブロック、ドリブルですね。あドリブル、はい、両加藤1点返す、食らいつきます。両加藤佐伯です。なかなかこのあまり体は大きくないんですが、華奢な感じがするんですけどね。ストレートクロスにとですね、うまくこう打ち上げてますね。このトスです。サンダーで上げざるを得ませんでした。斉藤、あ、届きました。斉藤の強打、斉藤も徐々にあれですね、力が出てきましたね、出てきましたね、はい、さあこの調子上がってきましたよ。白帯から顔が出てきましたからね、はい、ジャンプ力も回復してまいりました。全日本のエース斉藤、センターからの攻撃。森本さん、はい、金指さん、どうぞ。ベンチサイドですけれども、今日ね、はい、お話を伺ったらね、坂上監督ね、やっぱり斉藤選手、昨日試合終わってから今朝起きてみたら、その左の足やっぱ痛かったそうなんですよ。あ、そうですか。ですから、そう、昨日は8割方っていう話だったけれども、今だったらまあ7割方ぐらいかなという話をされてましたよ。そうですか、はい、金指アナウンサーが伝えてくれました。まあ、昨日終わった後ちょっと痛いなということは言ってたんですけどもね、やはり目が覚めてみて、はい、次の日の方がこういうのは痛いですからね。でしょうね、はい。まあ、本当は無理をさせたくないという気持ちはね、坂上監督自身はとにかく全日本のことがありますからと、はい、まず坂上監督の口をついて出てくる言葉が全日本という言葉ですからね、はい。まあ、とはいえこの日本選手権連覇がかかってます。ダブルで、はい、あのコンビでしたね、今のね、しかし斉藤が本当にもうフル回転でチームを引っ張ります、はい、回り込んで、はい、おっとサーブカットがよくありませんでした。これをものにしたい岡田、同点なるか。同点、これで同点、9対9。いや、しかしこの第2セットは白熱ですね。そうですね、もう一進一退ですね、はい。斉藤のサーブで先ほども点を取りました。これも拾った、はい、ネット際、これは返すのが精一杯でしょう。ユニシは誰を使ってくるか。中村だ、決まった、うん、決まりましたね、はい、決まりました、はい。さあ、そしてここでピンチサーバー登場です。鳥居に変えまして山本、姫路南高校の出身であります。この人もなかなかいいサーブを持っております。速攻だ、切り返しました、はい、この速攻がなかったですね、今までね、はい、やっと出てきましたよ。早いエクイックですね、はい、これはいいボールがセッターに返らないと難しいでしょうからね。そうですね、移動攻撃しようと、もう汗びっしょりです。9対9、さあどちらが抜け出すか。第2セット、高さオープンに振った、ブロックだ。こちらは塩田が決める、取れない、10点目です、はい。その前に中西選手がね、よく飛び込みましたね。ナイスレシーブでした、はい。拾いきれませんでした。10対9です。真壁アンダーで上げる。これも拾います。フェイント。上がってる。レシーブの応酬です。名村だ、拾ったがこれはダメ。しかしお互いによく頑張りましたね、ここら辺でちょっと伊藤洋華堂も拾い巻きしなくなってきましたね。そうですね、はい、いいリズムになってきました、伊藤洋華堂食い下がります。第2セット10対9、ユニシカ1点のリード。石川がサーブに下がります。あっという間に第1セットを失った伊藤洋華堂、この第2セットは徐々に本来のペースを取り戻しています。
吉田加藤が、ね、米田さんが座ってらっしゃったらがっくりくるような。そうですね、はい、あ逆にユニチカにブロック、セットポイントです。第2セットもユニチカ、このまま走るか。さあ鳥居のサーブ強烈、近い、あ近いですね。苦しいよ加藤、仕掛け拾った、さてこれを決めるか、中村決まった。2対0になりました。ユニチカ16回目の優勝にさらに一歩前進です。セットカウント2対0となりました。これでついにユニチカマッチポイントです。16回目の優勝目前、ユニチカ16回目の優勝目前です。塩田のサーブ、斉藤ブロックした。真壁は今度は石掛けを使うがブロック、斉藤に行く、アウト。ユニチカ16回目の優勝です。2年ぶり、そして優勝記録最多記録でやります。16回目。